はいどうもこんにちは、ホテルズの鳥圭介です。お願いします。はい、ということでですね、今回は、タイトルにもあった通り超最高級の、シャツをねご紹介させていただけたらなと思っております。早速もう今日は来ました。こういう感じですね。生地とか襟の形とか、はい、まずブランドなんですけど、レスレストンっていうブランドになりまして、結構服好きがうなる、日本の最高級シャツブランドの一つみたいな感じで、歌われたりするようなブランドなんですけど、まずこれの良さを伝えるにあたって、シャツってについてなんかお話ができたらなと思ってまして、なんかシャツっていうのは基本的になんか4つの要素で決まるみたいな感じでよく言われてるんですけど、スタイル、かっこ形と生地と柄と襟の形とかで一応決まるって言われてて、今回これがドレスシャツで、ドレスシャツといえば、それこそスーツの下に着るような肌着のような存在であったり、こうやってボタン開けた時がここが Y に見えるんで Y シャツとかカッターシャツとかいろんな呼び方があるんですけど、どっちかというともうほんとドレスシャツ、名前の通り、ドレスライクでスーツの下だったりそういうところで着用するフォーマルなシャツの形であって、あとは他にワークシャツだったりポケットの数が多かったり生地が厚かったりとかで、こう作業の中でも丈夫で使いやすいシャツだったり、ウエスタンシャツとかアメリカ西部のカウボーイが着てたような感じだったり、あと何ですかね、ミリタリーシャツとか、いろいろシャツの形ってあるじゃないですか。で今回そのレスレストンが僕の中で一番なんか輝いたというか買うに至った理由っていうのが、ドレスシャツながらもカジュアルシャツのようになんか前開けでバサッと着たりとか、今日みたいにね、もうこの感じでボタンなんかここら辺だけ閉じといてバサッと着ちゃえばなんかハマってくれるんですよねっていうところが、ドレスシャツなんだけど日常着で、ドレスシャツなんだけどこれガシガシ洗濯もできるみたいな、そこが魅力で今回はこのシャツを買いました。まずレスレストンについてお話しして、この商品についてお話しできればいいと思うんですけど、まずこの商品についてはレスレストンさんのオリジナルではなくて、レスレストンさんとよく僕がお世話になっている青山にあるストリップスストアっていうゴッファ系列のお店で取り扱いのあるレスレストンさんのシャツになりますね。なので別注というかコラボレーションみたいな形で販売しております。値段がちょっと高いんですけど、これ49,500円かな、税込みで。ちょっと高かったんですけど、すごく使いやすくて満足のいっているアイテムになります。カラバリだったりとかはストリップストアさんがいろいろ生地別注でいろんな生地で作ってくれるので、見に行ったタイミングでもしかしたらこのやつはないかもしれないけど、もうちょっと違うやつもあったりとかで見ていただけるかなと思っております。はい、でこの商品についてはそんな感じになってまして、レスレストンっていうのがどういうブランドなのかっていうのについてお話しすると、冒頭にも言った通り多くの服好きたちが日本一のシャツメーカーって絶賛するようなすごい職人技とか職人気質のブランドなんですけど、創業は1986年に創業された、大阪でね創業されたブランドになります。現在も実店舗は大阪のなんか駅ビルっていうか、ビルの1階とかからにあったような気がするんですけど、まだ僕は行ったことないですけど、ぜひお邪魔してなんかオーダーしたいですね。なんでもうビスポークのシャツを一応普段はやってるんですよ。人の体型だったり腕の長さだったり好きな素材だったりに合わせて、ほんと一着一着オリジナルのビスポークスーツを作るっていうブランドなんですけど、そのブランドにお店が別注して作ったみたいな、ストリップスストアさんの他にもそれこそネットで調べるとシップスさんとかがシップス×レスレストンで制作してたりとか、すごいいろいろやっているので、そこも面白いなと思いましたね。でメイドインジャパンにすごいこだわった、それこそ生地の
パターンを切った人と縫い合わせたりする人を全て分業じゃなくて一人の人がやってたりとかで、一点一点こうしたいがためにパターンを入れてるっていうのを自分でやってるから自分で組み取れるんで、すごい綺麗な仕立てっていうのが魅力的ですね。レスレストンさんが書いている文章を読ませていただきますと、メイドインジャパンにこだわり、長年のクラフトマンシップにより一切の妥協を許さないものづくりと現代的な感性が生み出した唯一無二のシャツです。姿に着ることの多いシャツは第二の肌として、フィット感や上質な天然素材だけが持つ肌触りの良さを体感でき、洗った時のナチュラルなシワや体が動いた時のシワまでもが美しい愛すべき名脇役です。もうちょっとまあ長々といろいろあるんですけど、創業者の人がまずもともとどこだっけな、ジバンシーかどっかのアシスタントだったり、なんか大手のアパレルの企画だったりとかを確かやられてたそうなんですけど、自分でこういざやってみようとした時に、なんかなんでシャツを選んだかっていう言葉が、僕はなんかすごいインタビュー記事なんですけど、それも URL に貼ってあると思うんでぜひ見てほしいんですけど、がすごい僕はかっこいいなと思って、まあ、なんかメンズのシャツ自体は作るのが初めてなんだそうですよね。なんですけど、なぜシャツを作ろうかっていうと、シャツが脇役だったからっておっしゃってて、なんで脇役かっていうと、スーツと靴っていうのはみんなこだわるんですよね。でもシャツは安いのでいいや、消耗品だからって、メインとサブみたいな感じで分かれてるじゃないですか。僕も結構そのイメージはすごいあって、イタリアのすごいスーツ着ててかっこいいアメリカの靴とかイタリアの靴とか履いてても、でもシャツは確かに消耗品だからって、ユニクロだったりとかね、まあそれはスーツセレクトさんとか、まあいろいろ、まあそれをバカにしてるわけじゃなくて、安いシャツ、カッターシャツのねブランドとかで着てたりすると思うんですけど、それがデザイナーさんにとっては果たしてそんなことでいいのかっていう反骨精神から成り上がったブランドになっております。だから当時1980年代のシャツの職人っていうと、作りが早いっていうのが一個職人としてのステータスだったらしいんですけど、それはおかしいんじゃないかって言って、一針一針めちゃくちゃ情熱を込めて作ってる、正確に作ってる人こそがいい職人なんじゃないかっていうことをテーマに、生産背景も大事にして制作しているブランドになります。当時スーツの、日本で言うとスーツの 10% の金額がシャツの平均の値段で、なのにヨーロッパではスーツの 20% ほどがシャツの値段だったんですよ。でスーツ自体もヨーロッパのが高いのに、シャツ自体の価格もヨーロッパのが2倍以上ってことなんですよね。そうなってくるぐらい日本としてのシャツっていうのはあんまりまだレベルが高くなかったっていう、まあ、まずビスポークのシャツ自体があんまり日本のブランドってないんですよね。そこもすごい面白いなと思って、だからこそ需要のある、だからこそなんか同業者の中でトップレベルなブランドなのではないかなと思います。ということで、まあ、そんな感じがレスレストンさん、超僕溺愛してしまいまして、まあ、まだ1ヶ月前か2ヶ月前ぐらいに購入させていただいたんですけど、まあ、早くお金を貯めて2着目3着目とか、まあ、それこそもう大阪に行った時にビスポークでシャツをなんか2、3着とか早くつけたいなと思って、もう今からテンションがもうほんと上がってしまうブランドですね。で、まあ、そんなさっきご紹介したそのレスレストンさんとストリップスストアのシャツなんですけど、皆さん見たことあると思うんですけど、こちらトーマス・メイソンのゴールドラインっていうのを使用しておりますね。トーマス・メイソンっていうのは皆さん何かっていうと、いつだっけな、1796年にデビューしたというか、創業されたブランドになりまして、イギリスのランカシャーっていう結構田舎町に創業されたブランドなんですけど、まあ、イギリス王室御用達のシャツ生地メーカー、まあ、シャツオリジナルでシャツも作ってますし、まあ、いろいろやってるんですけど、シャツ生地メーカーになりますね。それぐらいもうほんと歴史もね、すごい長いブランド、生地メーカーのゴールドラインっていう素材を使っておりまして、トーマス・メイソンにはランクが2つあるんですよね。シルバーラインとゴールドラインっていうのがあって、バンテっていうんですけど、糸の細さ、シルバーラインっていうのが100から130バンテかな、糸が太いからこそ、太くはないんですけど、太いからこそ意外と洗濯とかもガシガシできて、シワになりづらかったりっていうのが、そういうシルバーラインの良さで、ゴールドラインっていうのは140番手以上とかで、ほんと細い糸なので、結構そのスーツのインナーに着たりとか、本当にドレスっていう感じのイメージ
の、素材が多いんですけど、まあ、これに関して言うとレスレストンさんの本当完璧な縫製のおかげで洗濯とかしてもいいし、ちょっと緩めにこれは設定されて作ってるんで、こうやって前開けで着てもこれ僕洗いざらしでスチームをかけてないんですけど、結構ちゃんとピンと伸びてくれるんで、そこもすごい使いやすいです。もうブランドさんが洗濯を推奨しているので、まあ毎回毎回やっぱクリーニング出すっていうよりは正確な縫製によって洗濯しても長く着れる。この襟とか袖のカフスら辺とかはすごく柔らかくなって、本当どんどん使用感を足していくごとに自分にぴったりなアイテムになっていくのかじゃないかなって、もう今からでもテンションが上がっております。はい、そんな感じの、今回ご紹介させていただいたんですけど、せっかくだったら、2つスタイルを考えてみたので、ぜひ見てみてください。どうぞ。という感じになります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。結構今回は僕もすごいいろいろ調べて、これの良さをすごい伝えたかったっていうのはあるんですけど、まあそんなやっぱ安いものではないんですけど、皆さんぜひ、まあレスレストンさんをストリップスストアさんのこの別注も素晴らしいんですけど、まあ関西とかにお住まいの方はぜひレスレストンさん調べてみてお店とかに行ってもらえたらなと思います。まあ、今回話したなんか情報だったりとかは概要欄にいろいろ URL で貼っとくので、そちら飛んでみてもうちょっと自分なりに調べてみたらもっと面白いのかなと思います。という感じで次回もまあ、洋服についていろいろお話できたらなと思いますので、今後もホテルズをよろしくお願いいたします。この動画が参考になったと思いましたらぜひね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということでまたお願いします。ありがとうございます。